瑞浪市大久手町では今年に入り14カ所の水源や井戸で水位の低下が確認されました。 JR 東海は昨日の夜、市内でのトンネル掘削を中断すると発表しました。岐阜県の古田一知事はこの問題に関して、昨日 JR 東海と地盤などの専門家とともにこれからの進め方について話し合いを行ったということです。ある場合は具体的な対策をお願いするかもしれないし、ある場合は方向性なりですね、検討をお願いするかもしれないし、また今後県と関係市町との連携を図るための会議も開催するとしています。